それでは、1月に発売になりましたアトミックパルスチューブ 1.5 インチのご紹介です。こちらのですねアトミックパルスチューブはフローティング素材を使用してですね非常に、高浮力の浮きやすいワームとなっております。そして、一見ですね、普通のチューブのように見えますが実は中が詰まっているソリッドチューブと言われているものです。その代わりにですね、いわゆるこういった非常に細かいひだリブですねこちらの方が施してありまして、この中で、いわゆる水の泡をですねたくさん含むことによって、水の中に入った時にですね生き物が呼吸しているかのような小さな水の泡をですね、水の中に撒き散らすといったような非常にベイトフィッシュライクな動きをさせるチューブワームでございます。バスはもとよりですね、メバル釣りであるとか、その他小型のロックフィッシュ、メバルであったりカサゴそういった釣りにも使える非常に応用範囲の広いワームですので、ぜひ皆さん、使ってみてください。非常に釣れます。